デルになってくださる男性はこちらの方です。レモングラスというバンドでボーカルギターをしてます。真島和也って言います。おいくつですか？24歳です。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はどちらがおつらいですか？いつもいろんなとこつらいんですけど、最近肩こりを覚えまして、これかと。あ、それが意外とつらくて、ね、あと腰もなんかあまり今よくないのかな、結構重たいものを持つことがあったので。あ、そうなんですね。これって腰痛かみたいな感じで。あ、じゃあこの1年ぐらいで肩や腰が辛いっていうのが出てきたんですね。それまで何ともないと思ってたんですけど、結構急に来たものです。あ、急に、はい、はい、ちょっとね、あのこのお顔の位置が、この肩の中心よりだいぶ前に来てるんですね、だからやっぱりその腰だったり肩首は負担がかかる。じゃまず全体的にお体見ますね。はい、はい、ちょっと あの少しやっぱり背骨にも少しなんですけど、はい、ちょっとこう蛇行を右行ったり左行ったりとかゆらゆらしてる感じがありますね。本当ですか？スッとまっすぐではないですね。この辺ちょっと左に行って、こちら右に行って、でまた真ん中に戻るみたいな感じでちょっと若干やっぱ背が高くて、あの割とこう筋肉が少ない方だと思うので、結構こうお体は歪みやすいかと思うんですよね。性格と一緒ですそれは分かんないですけどで、その影響もあると思うんですけど、ちょっと今こう右の方がこのここにある骨ですね、腸骨のところが、右の方が高くなってるんですね、右の方がという違いがあって、なので多分右足の方が短いんですね。楽にしていいですよ自然にしてくださいね。はい、はい、合わせます力抜きましょう力入りやすいですか？いや全然気にしたことなかったです。気にしたことなかったです。はい、はい、行きます。はい、ちょっとやっぱり右が自然にするとこう少し乗る感じになるので、やっぱりこう右が上がっている、右の方が短いっていう状態ですね。そんなに肩甲骨のところではそんなに高さ違わないので、腰のところへ来てですね、高さが変わるのは腰のところからですね。ちょっとつまんでいきますね。痛くないですか？痛いです。痛いですね。はい、右側で左側、左の方が痛いですかね。はい、そうですね、はい。ちょっと触った感じ、左の方が硬いので痛そうだなと思うんですが、どうでしょうか？確かに、どっちも痛いけど左がややより痛いって感じですかね。そうですね。でもなんかちょっとこう気持ちいい的な要素は左の方が、あ、そうなんですね、右はただ痛いって感じですか？そうですね。はい、わかりました。首も見ますね。こことここどっちが痛いですか？あ、右ですかね。あ、右の方が痛い。はい、はい、なるほど。じゃああれですね、そのこっちはちょっと気持ちよさもあるけど、こっちはただ痛いんですもんね、じゃあ右の方がですね、首もこっちの方が痛いということですもんね。はい、はい、じゃあ右ですね。結構両足張ってますね。本当ですか？痛くないですか？痛いです。痛いですよね。結構痛そうな。大体痛いですね。大体押されるとこみんな痛い。両方張ってますね、かなり。
どっちの方が痛いっていう感じありますか？そうですね、だから触る場所によって右が痛いですかね。そうですね、なんかちょっと右の方がこことか分かりやすく筋張ってる感が、はい、めっちゃ痛い。そうですね右かなり痛い方ですね、ふくらはぎね。はい、すいません。じゃあチェックは以上になります。痛みがちょっと顕著なのでいきます。はい、楽にしててくださいね。でなんか感じあったり、なんか痛いか気になることあったりしたら言ってください。はい、お辛くないですか？はい、大丈夫です。はい、今まで特に肩の腰も辛いってなかったし、はい、そういう整体とかマッサージを受けに行くっていうことはなかったですかね？そうですね、なんか僕野球してたんですよ。あ、はい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 、中学生くらいまで。はい、でそのたまにちょっと故障した時についでにぐらいはあったんですけど。なるほど、それまではなかったですね。なるほど、じゃあまあその、あったといっても、まあ、中学生ぐらいまでだし、はい、大人になってからは全くですね、今日初めてぐらいな感じですねはい、わかりました。歌とかも、はい、ね、体力っていうか、そうですね、結構使いますよね、はい、体を使いますもんね。はい、あとこう機材運んだりとか、そうですね割かしなんか、ね、なんか運転したりとか、なんかこうバンド生活みたいなこう不規則だったりとか、苦行ですよね苦行まあね、ちょっと華やかな感じするけど、はい、実際は結構ハードだったりっていう。そうですね、あると思う、はい、ねえ、結構こうあれですよね、なんか飲んだりも多いから体壊しやすいとか言いますね。よく聞きますね。ねえ、真島さんお酒は飲まれるんですか？僕も飲みますね。お、はい、結構飲みますか？飲みますねあ、じゃあちょっとその辺で不摂生になってしまうとか。うーん、確かになんか結構、やっぱ夜じゃないですか、で楽しくなっちゃって遅くなったりとかも多いんで。はい、そうですよね、ちょっとそういうお酒夜飲んでたりとかってすると、はい、まあ、睡眠不足になったり。そうですね、ね、ちょっとやっぱ飲んだ日次の日は体がだるいとか、はい、そういうのも出ますよね。なんか最近ちょっと思ったんですけど、ええ、今まで結構何のお構いもなく生きてきたんですけど、はいはい、体ぐらいはちゃんと気使った方がいいです。まあ、これからですよね、やっぱり今の力がいいとは思います。はい、やっぱ実際にひどくなってから何かしようって言ってもね、やっぱ大変だしね。そうですね、なんか単純にこう調子がいいと、はい、なんか喜びみたいなやつあるじゃないですか。はい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 、なんかそれを分かるようになってきて、そう、楽なのが当たり前じゃないっていう風になってくるんですよね。ありがとうって。そうなんですよね、確かにそうなんですよね。体大事ですからね。はい、痛くないですか？はい、枕の高さ低いのもありますので、はい、首辛いとか気になることあったりしたらおっしゃってください。わかりました。はい、
一度チェックしてみますね。はい、はい、右側いかがですか。全然違います。なんかうまく言えないですけど、はい、痛くないです。痛くないですね。はい、だいぶ柔らかくなりましたね。はい、はい、同じようにやってるんですけど、左右差が、まあ、そんなになくなってますかね。一つには、はいはい、痛みも軽くなってますね。はい、はい、首の方を見ますね。こちらとこちらどうでしょうか。痛くないです。はい、楽になりました。はい、はい、よかったです。高さとか見ていきますね。